これから7回ライオンズの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。シーノが2番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。小宮山さん、僅差での勝負となってますんで、この回で1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか？そうですね、もうこれ以上点を取られると致命的になりますんでね、なんとか走らないといけないと思いますね。1点の重みを感じる、そんな回になりそうです。インサイド落ちました。ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは7番鈴木。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。この球は落としましたが決まりません。惜しいですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。引っ張った、難しいバウンド。三森アウト、ツーアウト。打席には1番バッター菅。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー、インコース詰まりました。この打球はフライになっています。今宮が抑えて3アウトチェンジです。これから8回ライオンズの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。高橋が3番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。9番バッターアイト。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ホークス1点ビハインドで迎える8回です。ファウルになります。2ストライクです。内へ低めに変化しました。スライダー外れます。打ちました、取りました。一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッター岸。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。高めのボール、これはどうだ。手を伸ばして取った、一塁送球アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。いいプレーが出ました。ファインプレーです。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、ナイスプレーでしたね。バッターボックスは2番源田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。これが2球目。スライダーで空振りを奪っています。スライダー外れます。打ちました、今宮。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回